変身ベルトの玩具をお披露目するにあたって最もふさわしいゲストをお呼びしております。早速呼びたいと思います。仮面ライダーブラックさんより仮面ライダーブラックさん南光太郎役西島秀俊さん、そして白石和也監督です。どうぞ。はい、ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。さあ西島さん、今回あの仮面ライダーブラックさん南光太郎役ということで、はい、ヒーローのこの変身挑戦されましたが、はい、変身の感想を聞いてもいいですか。いや、やっぱり子供の頃からの夢がやっぱり50歳で叶うんだなっていう。そうですよ、はい、なんか夢って叶うんだなって思いました。諦めない心です、ね、諦めないで頑張っていれば。それではですね、ここで本日のメインとなります仮面ライダーブラックさんの自動変形変身ベルトをお披露目いたします。どうぞ。じゃあ近くでぜひ見ていただいて、いや、そちらがね、初の自動変形ギミックを搭載した変身ベルトとなってみますが、いや、これはね、かっこいいですよ ね、 ですね。いや、本当にずるいですね、ちょっとこれは。いや、このなんか汚しの感じとかがものすごいかっこいいんですよね、はい、いや、出てますね、ここの細部まで、はいはい、早速ではありますが、この本物の中の本物のこの西島さんにですね、こちら変身ベルトの発動をちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。はい、いきますね。はい、これで、まあ、でこういってここでもう一回、変身言い忘れました。いや、素晴らしい、かっこいい。すいません、変身ちょっと思わず言い忘れるぐらい、ちょっとちょっと子供に書いてましたもんね、はい、今。そうですね、説明してしまいましたけど、はい。さあ、ここからですね、お二人のちょっとなりきり玩具にまつわるちょっとお話を聞きたいんですけども、はいはい、僕はやっぱりあの仮面ライダーのあの1号のあのベルトが欲しかったのに買ってもらえなかったっていうのがあるんで、買ってもらえなかったという、はい。なのでさっきあの本物をその71年に発売されたっていうのを見せていただいて非常に興奮しました、はい、そしてものすごい売れたって聞いて、はいはい、たくさんの子供は持ってたんだなと思って、あ、も余計悔しい悔しさが。で、今回ですね、こちらのなりきりワールドでは仮面ライダーブラックさんの変身ベルト以外にもさまざまな、ね、あのアイテムがちょっと揃えてあるので、ちょっと代表していくつかちょっと持ってきたので、よかったらお手に取って見てみてください。これ知ってますよ僕、ここ本革革のやつですよね、はい。このサーベルは、これはですね、仮面ライダークーガーという作品の出てくるものでして、でこちらこれベータカプセルです ね、いや、変身したかったな俺も。したかったですかやっぱり。いや、そうですね。ウルトラマンの方にも、ウルトラマン、これでも僕現場であの、はい、オリジナルのやつは触らせていただいて、これ触ってもいいんですか。これ触っても、あ、大丈夫です。どうですかね、現場との。あ、なるほど、もう今いけそうですね、変身できそうですね。いや、これ俺島さん、ここでやったらおかしい。